公内三本松方より、公内引田方より、さぬき白鳥駅は、香川県東香川市松原にある、四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は T11。東香川市役所に近く、東香川市の代表駅ではあるが、無人駅であるため緑の窓口などの機能は、隣の三本松駅が担っている。百七十五年頃までは、当駅において、 鉄道貨物による原料移入や製品出荷が行われており、最盛期には10人を超す貨物要員が配置されていた。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で1番乗り場が1線スルーであり、行き違いがない場合はこのホームを使用する。駅舎は片方のホームに接する。この駅舎は木造平や古くからのものであるがリニューアルがされている。 国道11号に面しているため、駅舎の反対側のホームにも出入り口が設けられている。駅舎内部に自立式の自動券売機が1台設置されている。一部の特急渦潮が停車する。JR 四国は2010年6月21日、経費節減のため同年9月1日より当駅を無人化すると発表したが無人化は1ヶ月延期され10月1日に無人化された。 一日平均の乗車人員は以下の通り、旧白鳥町内で唯一の駅であるにもかかわらず、より人口の少ない旧引田町の引田駅の3分の2ほどの利用者数にとどまっている。これは同じ旧白鳥町内でも西部や南部の地区の住民は距離的に近い、あるいは列車の停車本数の多い旧大内町の三本松駅を利用するためである。 ありがとうございます。